長商事。森保さんはもう無理。致命的な欠点がある。これ、長商事氏が森保はじめ監督に最後通告。森保さんはもう無理。監督として致命的な欠点がある。もっとも、森保さんは最初から選手任せでいいよ、いいよできているし、選手が要望を言っても何も出てこないので諦めているのかもしれないけど、今のままで良いわけがない。テレビで言えばいいのに。こいつ何様なの？和製セルジオことジョー。セルジオエチゴの後継者はジョーだ。辛口ありがとう。ジョーは炎上芸で稼げるのに気づいてからの立ち回りが本当にひどい。ジョーってスペイン行くまではすごい選手だったのにね。垂直飛び1メートル10飛ぶ男やからな。そんなジョーが福岡の番組 MC に。ジョーも昔は普通にいい意味で異能者だったのに。ジョーダメにしたのはワンコ。ジョーに悲しき過去。ジョーはどんだけ森保が嫌いなの。普通にサッカー関係者なら無理だと思うだろ。そもそもアジアしか知らない上に、試合中のメモはただのポエム。日本の誇りやらかく暇あったらまともな指示を出せって話。まあそれができなくて時間を使えないからポエムに必死。ちゃうねん、森保嫌いなのは俺たちやねん。俺たちが森保嫌いだからこそ上にニーズが生まれてるねん。森保さんも大岩さんも、選手の子の力任せ。戦術まるでなし、二人ともヤバすぎる。修正力もなく、後ろからのビルドアップ失敗で何度カウンター食らってるんやら。代表戦は見るけど最後はじめがインタビュー受けた瞬間テレビを消した。課題浮き彫りで面白かったけどな。修正できないんだよ。長友を招集してる点も疑問。自分はモチベーターとしても他人任せですと言ってるようなもんだよな。俺も森保に辞めてほしいけど協会は辞めさせる気ないんだと思う。そや言うこと聞いてくれるからな。ジョーが、とかじゃなくて本当に森保もう無理。マジでサッカー素人も気づき出したよな。選手のほとんどがヨーロッパの一流クラブでレギュラーなのになぜか代表に来ると実力発揮できなくなる。もはや原因丸わかりだもん。その原因の人が選手の子のレベルアップが必要とか言ってんだから、単純に試合がつまらなかった。両翼が戦術と言われても仕方ない。あの試合を見てサッカーに憧れたり、投資しようと思う人は稀だろう。日本人監督を海外で育成しないといけないよ。選手だけ海外組じゃダメ。コーチや監督、スタッフなども海外で学んで吸収しないと。ジョーみたいに監督に挑戦すらしてない奴にここまで言われてもな。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。